さらにまたこのノウハウをうまく他の地域にも広めていければと思っております。そういう意味合いでこれをやっておりますので、今この結納場の進み方というのが、今日石巻前前回やった通り、今日はお見合いの場ですね。これを支援企業さん側が一回引き取ってですね、東京サイドに持って帰って、各会社さんの中でですね、どういった支援ができるかっていう企画をですね、練っていただきます。それを今度、公庁商工会議所の方に各企業さんから出していただきます。我々はその提案を見ながら、同じような提案、似通った提案があれば、それを一つに束ねてという形で、実際に地元企業とマッチメイクの方をですね、調整させていただくと。石巻はちょうどまさに今、この作業中でして、徐々に今、いわゆる婚約に当たるというかですね、マッチメイク出てくるやつがぼちぼち出てきそうなんですが、これ出てきたらまたオープンにさせていただく予定です。そこで婚約成立すると、実際に企業さん同士、地元企業さんと支援企業さんで具体的にですね、例えばじゃあこういう部分で人を派遣しましょうですとか、セミナーやりましょうですとか、一緒に商品開発やりましょうとか、具体的なステージに進んでいくという形になります。おおむね東京、首都圏の企業さんが中心と考えていただいて結構だと思います。地元の企業さんの方は、今どういう状況にあって、どういうものが課題なのかというもののですね、調査票みたいなものを事前に出していただいて、ある程度こちらでそこら辺のポイントはですね、絞らせていただいて、逆にこれがはっきりしてない企業さんは、なかなかこの場に来ていただいてもうまく進みませんので、そこの整理をもう一度してくださいということで、そこら辺でちょっと調整させていただいています。で、支援企業さんの方にもですね、逆に我々どういう形で支援できるんですかと、お宅の例えばどういうリソースを使って、例えばでいいんですけども、どういう支援の仕方があるんですかというのを事前にですね、調査いたしまして、今回はあくまでも被災地のための CSR というか、基本無償でというかですね、ご支援していただくというやり方を取ってますので、そこで、選別というあれですけども、スクリーニングしまして、そういう企業さんの参加していただくというやり方を取ってますので、ここでいきなりということではなくて、で実際の進め方もですね、バスの中で一緒にとかですね、いろいろ柔らかくですね、話が進むようには心がけているつもりではありません。今年度は多分これでとりあえず、あと石巻と今回の気仙沼をフォローするので、ちょっと手一杯かなと思ってます。で、一応結納場事業は来年度もメインの事業としてやっていきたいと思っておりますので、引き続きはやっていくつもりです。